流線用政治、南宋政治とは、政治優を施した時期、または、石器のこと。透明感のある、青緑色の時期で、紀元前14世紀頃の中国が起源とされる、五漢大に流行し、以後次第に普及した。製造技術は、日本や高麗にも伝播した。特徴的な青緑色は、釉薬や粘土に含まれる、酸化大に鉄が、高温の還元症性によって、 酸化第一鉄に変化することで発色する。色艶は全く異なるが、酸化クロムの還元で発色させるものも、生地と呼ばれる。高麗生地の白片、5mm、透明性に、注目線2 0 0度以上で焼成される、高化度有で、植物培を主成分とし、酸化第二鉄を含有する。ボディから上薬に拡散する鉄の寄与がある場合もある。 調整によって、原料の酸化第二鉄を還元することで酸化第一、鉄ができ、青から緑を発色した透明ガラスになる。還元の量と有薬中に含まれる鉄分の量によって黄色がかった緑から空色まで発色が大きく変化する。現在では、石灰バリウム油を基礎油とし、計算鉄を着色剤として使用することで済んだ青色を得ることができるが、 本来の政治は海遊である。古くは発色の不安定さから同時に調整した器の中で不良品が出やすかった製作技術の向上や釜の進歩により安定して良品が量産されるようになるのは万等以降になる。焼前にかける釉薬の厚さを厚くしないと青が発色しないため釉薬が剥がれないように施す工夫や厚い上薬のため器が重くならないように 素地を薄く成形することもある。釉約の厚みから時間をかけて美しい貫入が多く、入る。政治用語の例外的使用として、クロム政治と米食政治がある。米食政治は、釉約等は還元調整の政治とほぼ同じだが、酸素を吹き込んだり電気用の使用等で酸化調整し、ウイスキー色の透明油を生成する。本来の米食政治は還元調整する。 はずのものが偶然、酸化症性となり、溶変したもので、時は山、文庫中国当時研究会では、米色の命名のもととなった南宋寛容の、米色政治は世界に4点しかないとしている。クロム政治は酸化鉄ではなく、酸化クロムの有薬によって青緑から草色に発色させる。クロム政治は、大量生産の安価な器物や、タイルなどに、明治以降使用された。 政治ではない青から、緑色の陶磁器には、次のものがある。広州の南宋時代の遺跡から発掘された政治の、破片の部分中国で発達した陶磁器であり、日本、東南アジア、朝鮮半島にも伝播した。陰の時代に遡る海遊から発展した。流洋と呼ばれる、短質の上り釜で焼成され、より効率の良い構え、流洋が発展するに伴って、 良質な政治が生産されるようになる。政治と呼ぶことのできる上薬が現れるのは、五感精神時代の港南地方であり、s 州用の政治が有名である。それ以前の海誘と、政治優の中間的な上薬を持つ陶磁器を、原始政治、初期政治と呼ぶこともある。東大以後、政治は多くの文人、知識人に愛されたが、その理由の一つに迫力に近い色がある。 壁玉は古代より君主が身につけるものとされ、儒教においては徳の根源とされ尊重されていた。政治は奥玉器と称され、壁玉に近い色の政治は貴族に放棄として受け入れられた。また、番頭に後に茶祖と称される陸羽が茶行を表し、それに則っ,った喫茶の習慣が流行した。茶行において陸羽は朝木色に抽出した煎茶を、 越州洋の政治茶碗に入れると茶の色が緑に映えるとして尊んだ。宋代にかけての陸空茶道の流行とともに王公や文人たちは政治茶碗を買い求めた。総が河北を疾患し政治の産地だった江南へ、中心が仙都南宋時代が最盛期で明る州洋南宋寛洋や北宋高機関洋の南寺洋などが名誉として知られている。 名誉ほどではないが評判が高く生産量の多かった流線用のものは非食と呼ばれた疑心時代から明中期まで生産を続けているが元以降は輸出用の容器に用いる大型製品が多くなり良質の原料が枯渇し始める著名な軽徳鎮は壮大には主要な産地ではなかったが政治が好まれた現代以降流星となり新代には実体の政治が生産されている 高来では11世紀から14世紀に宋から伝わった技術により朝鮮南部で政治が作られた。民の核雇用論には価格は安く質は雑用の下とある。タイでは14世紀から15世紀にスワンカー六葉を中心に政治が制作された。日本の文献に政治が最初に現れるのは動物の流入が盛んになった11世紀のことである。 平安時代の移行からも越州洋産の青時期の出土例が多くあり、中でも茶碗が最も多い。鎌倉時代に日本でも茶の湯が広まり、安土桃山時代に渡り発展した。茶人たちは茶道具を格付けすることを好んだが、中国産の政治を、絹田、天竜寺、七冠、樹香、人形師と分類した。中でも絹田は最上格の名物であり、 中国では、粉を言う、流線政治と呼ばれている、流線用の、青火である。また、和ビ茶の子祖、村田樹光は、下手物と呼ばれる、青くならなかった、灰棄色、褐色の政治に価値を見出し愛用した。以来、樹光ゆかり、樹光好みの褐色の政治は、樹光政治と呼ばれ、その弟子筋にあたる、人々の間で名物として扱われた。日本での政治生産は、 17世紀以降である。有田を中心とする時期体のもので、色絵などと併用したものも多い。米食政治瓶時は山文庫、2015年11月10日、閲覧。法 2012, ピアニッシも34から37、法 2012, ピアニッシも37から41、各雇用論法 2012, ピアニッシも46から62、法 2012, ピアニッシモも68から81ありがとうございます。